はいどうも、ブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。今回お話しするのは、以前私が地元の心霊スポットである自殺の名所となっていた橋についての話。以前とはまた別の体験を聞いたんで、今回はそれをまた紹介しようと思います。この橋はね、もともと観光名所的要素が強い橋でした。その一帯は秋になるとね、紅葉がすごく綺麗で、実際には日中はね、観光バスも結構来てましたから。でもいつしかその橋から飛び降り自殺をする人が増えていき、今ではね、高いフェンスが張られて飛び降りできないようになっているほどです。で、ある仲良しグループがちょうどその心霊スポットである橋からあんまり遠い距離じゃないところに住んでいたため、ある日肝試しに行こうっていう話になったんだそうです。ちょうど高校も卒業して免許も取ったし、車で遊びに行きたい、まあ頃合いですよね。で、そんでもってね、深夜の0時前にその場所に向かって出発しました。その橋は昼間はね、交通量も多くて何でもない橋なんですけど、当時はね、自殺者が後を絶たなかった。で、橋の下には川が流れており、かなりの高さもあって、落ちたらまあほぼ間違いなく死亡。そんでもって川なので、かなりまあ下流まで流されてしまうらしくて、死体もなかなか見つからないんだそうです。で、実際にその場に着くと、昼間とは一変して車が一台もおらず、そしてかなり暗く、しかも山沿いのため結構冷え込んでいたんだそうです。その時はね、4人でその場を訪れ、まず先に3人が降りて、 A 君が車を止めてライトを消しました。その時一瞬目の錯覚だとは思いましたが、橋の上に黒い影が見えた気がしたそうです。で、思わず目を凝らしたんですが、もう一度見るとね、そこには何もありませんでした。最初はその場の雰囲気に飲まれてみんな怖がってましたが、次第に慣れてきたのか、笑いながらあちこち歩き始めてます。そして一人が実際に橋の、まあ、下を眺め出しました。その時はまだフェンスが張られていなかったため、下を覗き込むことはできたんですよ。そして覗き込みながら、彼はこんなどこから落ちたらね、もう絶対助からないだろうと、マジでここから飛び降りるやついんのかよと、そう言ったんだそうです。その時なんとなく嫌な寒気みたいのがして、彼の方を見たんだそうです。そしたら彼の後ろに立つ黒い人影がはっきりと見えたんだそうです。彼は直感的にこれはやばいと感じたそうで、急いでこの場を立ち去るべきだって思って、みんなを半ば強引に車に乗せてその場を立ち去りました。帰り際にミラー越しに見た時は、一つだった影が無数に増えていて、それがこちらに迫ってくるのが見えていました。彼はね、パニックになりそうなのを必死にこらえながら急いで走り去ったんだそうです。で、家に着いてからもあの話はしていいのか迷っていました。しかも彼が家に着くなり気分が悪いとトイレで嘔吐していました。で、その日はね、みんなで、まあ、泊まることにしたんだそうです。で、それからなんだかんだと忙しくなって、なかなかね、お互いに会う機会もなくなって、で、お互い就職や進学をしたある日のこと、仲間の一人から近況報告の連絡が来ました。例の彼とその連絡をくれた人は他県の同じ職場に就職しており、アパートも隣同士だったんだそうです。しばらくたわいもない話をした後、他のみんなはどうしてるって聞いたところ、
なんか気まずい空気になって、しばらく無言だった後、重い口を開いて言いました。あの時の4人のメンバーのうち、1人は県外の学校に進学したんだが、体調を壊して入院して、現在休学中。そして自分と同じ会社に入った例の彼は、ある日突然アパートからいなくなったんだそうです。部屋に荷物などはそのまま残ってて、引っ越しした様子もなかったんだそうです。もちろん会社にも来ていないんだそうで、連絡もつかなくて、現在なんと行方不明状態なんだそうです。逆になんか心当たりはないかって聞かれましたが、彼は言えませんでした。彼の中ではなんとなく分かっていたんですよね。あの時彼はあそこにいた霊たちの怒りを買ってしまった。あの時すでに体調を崩して吐いたりしていたんで、きっとね、もうあの時点で取り憑かれていたんじゃないでしょうか。少なくともあの時あそこで見た影っていうのは一体ではなくて数体いた。それがもし自分たちみんなに取り憑いていたとしたら、そう考えると毎日が怖くてたまらないんだそうです。自殺の名所とは、まあ、たくさんの無念の思いや、今もそういう恨みの念であったりとか、そういった諸々の感情が、まあ、呪縛となって、その霊たちをその場所に縛り付けています。なのでむやみやたらに訪れたり刺激するようなことは避けた方がいいかもしれません。